ワンワン物語2を見たよ。リトルマーメイドとね、話似てんだけどさ、こっちは面白いぞ。ただ一つね、人によってはちょっとダメなところがあるかもしれない。レディの出番がね、異様に少ない。マジで。飼い主のパパの方が出番多いすらある。まあ話としてはね、まあトランプとレディの息子であるね、スキャンプはね、もう反抗期絶好調って感じでさ。この飼い犬としての人生は犬本来の生き方ではないのじゃないかとか、僕の爪と牙は一体何のためにあるとか、なんかあれだな、ちょっといいとこでのお坊ちゃんのなんか変なねじくれた感じのなんか感じが出ちゃってんだよ。でそっからね、トランプはね、もう逆に飼い主としてのね、規律やルールは大事だっていう、もう野良犬としての生き方は全く捨ててね、飼い犬を順応してんだよ。まあ、そこら辺がね、俺好きなんだよ。そういうなんか要領の良さっていうかね、その順応性の高さがね。この映画ね、レディは出番少ないけど、その分トランプがね、俺すげえかっけえと思って。もともとトランプさ、前作の頃からかっけえんだけどさ、前作の頃の軽薄さがなくなってね、もうだいぶかっこよくて真面目なキャラクターになってんだよ。もうだからスキャンプに対しての説得もさ、なんか説得力あるし、かなり、いいと思う。そう、俺この映画もほんとトランプのかっこよさにね、だいぶなんかワクワクしながら見てたんだよ。まあ、結局なんだろうね。キャンプはさ、家ではさ、いたずら好き、いたずらっ子でさ、なんか、飼い主からはさ、もう、どんだけ叱ってもさ、いたずらするからさ、どうすればいいかわからないって鎖で繋ぐ、だってなんか、話しかけながらこう、鎖で繋ぐような、ちょっと飼い犬としてはちょっとずれてんだけど、野良犬としてもね、なんかこう、素直で品がある、ちょっと野良、またそっから向いちゃってね。まあ、鼻つまみもんなんだな。で、まあ、で、父親が実は野良犬、伝説の野良犬だったって知ってさ。で、まあなんだろうね。廃品場のね、なんか野良犬種パーティーに入るんだけどさ。まあ、そこでなんかその野良犬たちができなかった、柵の鍵の開け方とかさ。どんだけやってもできなかったんだよ。そこをトランプが去ってって。で、もう、左側のいるなんかドーベルマンのバスターってやつがさ、トランプにすげえ嫉妬しててさ、もう野良犬としてのね、誇りを失ったかとかなんか大笑いしてたんだけど。で、そこで柵の鍵をね、片手で去って開けて、悠々自適と帰っていくところと。もうなんか、格があるよ、トランプは。そんな感じで、まあ俺はね、多分ね、俺は前作の頃からトランプが好きだったからね、この映画はすげえ楽しみだと。俺は見てよかったと思える。まあ、リトルマーメイドの違いはどっちかって言うとあれだからな、アリエルはどっちかっていうとスキャップだからな。だからなんつうか、あんまりなんか説得力も全然なかったんだろうな。あいつは、アリエルは野良犬暮らしをして、なんとなくうまくいっちゃったタイプだ。トランプはもういいも悪い、自由のいいも悪いもね、味わってるから。